ありがとうございます。ありがとうでしゅ、アリさんチクチクするでしゅ。ねえねえももこくん、ミミマルくんが島の訪問者の名前を忘れたんだって。訪問者の名前忘れるてどないなっとんねん。ほんならあたいがな、訪問者の名前一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言うてたか教えてみてよ。訪問してきた時はいつも寝ているそうでしゅ。ジョニーやないかい。その特徴は完全にジョニーやないかい。すぐわかったよ。ジョニーくんね、僕もそう思ったんですけど、わからへんのでしゅ。なんでよ、ジョニーで決まりやろ。ミミマルくんが言うには、その人は寝起きがすごくいいそうでしゅ。ジョニーちゃうやないかい。1回や2回声をかけても起きんのやから。ほんであと5分だけって言われてもう知らんがなって思って起こすのやめる人も多いらしいね。あれ、ジョニーちゃうんかいな。ほんなら他になんか特徴言うてなかった、ミミマルくんが言うには、その人はいつも足がびしょびしょに濡れているそうでしゅ。ジョニーやないかい。その特徴は完全にジョニーやが、足はいつも海の中、これがいつものジョニーのお決まりのスタイルやねんから。ほんでずっと海水に浸かってるって、まあまあ寒いと思うで。そうでしか、でもわからへんのでしゅ。なんでよ、わからへんことないって。ミミマルくんが言うには、その人のことをみんな心配しているそうでしゅ。ジョニーちゃうやないかい。ジョニーは島に流れ着いた遭難者やのに、毎回同じ島に流れ着くせいでもう誰にも心配されへんのやから。見慣れた光景に住民はもう心配一つせえへんのやね。もう慣れっこよ。あれ、絶対ジョニーやと思ったのになんで違うんやろ。ほんなら他になんか特徴言うてなかった。ミミマルくんが言うには、まあまあめんどくさいことを頼んでくるそうでしゅ。ジョニーやないかい。その特徴は完全にジョニーで決まるよ。広い砂浜で謎の部品を探させられるんやから。ほんであんな部品で防水のやつこの世に存在せえへんやろ。でそれを自分で修理できるて、あいつ就職先間違ってると思うわ。なるほどね。でもミミマルくんが言うには、その人は仲間からの信頼が厚いそうでしゅ。ジョニーちゃうやないかい。ジョニーから仲間への無事ですよメールへの既読スルーえげつないねんから。夜明けまで返信待っている姿にちょっとジョニーへの同情票も集まってきてるって噂やで。ほんでジョニーは毎回船から仲間に押されて落とされておる可能性が高いとあたいは睨んどんのよ。あたいの目はごまかされへんよ。あれ、じゃあ他になんか特徴言うてなかった。ミミマルくんが言うには、その人を助けた後次の日のお礼が待ち遠しいそうでしゅ。ジョニーやないかい。ちょっとめんどくさいけど手伝ってやるかと思わせるほどいいお礼の品を送ってくんねやから、たぬきショッピングでは多分入荷せえへんなっちゅう個性的でええもんやからな。まあ当たり外れもでかいけどな。ジョニーくんね、でもわからへんのでしゅ。わからへんことないってジョニーで決まるよ。ミミマルくんが言うには、最後には仲間がお迎えに来てくれるそうでしゅ。ジョニーちゃうやないかい。明け方まで一緒に待ってあげてても結局船なんてけえへんのやから。ほんでしずえさんの朝の放送の短い時間に姿消しとんのよ。あれやな、緊急脱出サービスつこてんのやとあたいは思っとんのよ。ほんなら最初からレンジャーしろっちゅう。ほんなら他になんか特徴言うてなかった。ミミマルくんが言うには、その人の目はバッキバキだそうでしゅ。ジョニーやないかい。もう決まりやで。目がバッキバキの訪問者なんてジョニーかピョン太郎くらいなんやから、そのうち一人は背中にファスナーということはやで。もう一択や、ジョニーで決まり。そうでしゅか。でもな、わからへんのでしゅ。いいや、ジョニーで決まりよ、間違いない。でもな、ミミマルくんが言うにはジョニーくんではないそうでしゅ。ほんならジョニーちゃうやないかい。ミミマルちゃんがジョニーではないと言うなら違うがな。あたいがジョニーの仲間を犯罪者扱いしてた時どう思ってた。申し訳ないなと思ってたでしゅ。ホッケーくんが言うには、ホッケーちゃんが言うには、海賊ジョニーじゃないなって言ってたでしゅ。ほんまや。